志がみなぎってますね。アンディサイド赤コーナーはフィニッシュ決めてこいと見たところ、聖堂会館勢の激突、佐竹対アンディ。去年の対戦では佐竹の消極的ファイトにブーイングが浴びせた。しかしあのブーイング以来、佐竹は生まれ変わった。で戦うことの困難さを身をもって示している佐竹。まず気持ちで負けないこと。佐竹はそれを言い聞かせて決戦に臨む。もちろん目標は日本人初のグランプリ制覇だ。一戦一戦食らいついていく不器用な戦い方しか頭にない。その果てには奇跡があるはずだ。K1 グランプリ96覇者アンディ・フグ。去年はダークホースから勝ち上がってこの輝かしい称号を手に入れた。その後の歩みも順調だ。だが今年のアンディは茨の道を歩み続けている。連覇を予想する者も少ない。しかし崖っぷちに立つと不思議な力を発揮するのがこの男。誰よりも自分を信じるアンディの目に迷いはない。アンコーナー185センチ125キログラム、はい、次に認定世界ヘビー級、 KICC 世界スーパーヘビー級王者、佐竹正樹。見つめます。さあ果たしてベスト4に残るのはアンディか、それとも佐竹か。まもなく運命のゴングです。石井さん、2人の表情を見てどうですか。いい顔してますね。そうですね、特に佐竹も今回は気合入ってますよ。はい、佐竹選手がいいですね。さあ開始のゴングが鳴りました。アンディか佐竹が飛び込んでいった。しかし大分使う、カウンターで入っちゃいましたからね。先に仕掛けたのは佐竹でした。しかしアンディ・フグ、ちょっと悔しいですね。でもなんか空手の試合見てるみたいですよね。長嶋さん、はい、どうなの、
ましたか。いやもう佐竹選手最初に仕掛けたんですけども、佐竹はね最初からプレッシャーかけていくって言ってもらえたら作戦通りなんですけども、コーナーには追い込んだんですが ね一線の左ハイですね。左ハイもう目が腫れております。もうアンディはでもねスーッと引き上げて、もう次のトーナメント、もう標準次の試合に、つまりピーターアーチにもあの標準みたいなピーターアーチも考えてないですね。会場将来の勝負ですか。アンディも一撃でしたね。一撃でした。これが勝負の世界。アンディフグ一撃で佐竹腫れちゃってる。右目がもう腫れ上がっています。左ハイキック一戦、アンディフグが準決勝に進出です。予告通り打ち合いに出た佐竹、しかし一瞬魔の時が訪れた。佐竹のパンチはアンディの顔面を捉えていた。アンディは